皆さんこんにちは。超お久しぶりです。元気でしたか実は私、風邪で死んでおりました。夏休み取ってたわけではありません。ずっと働いていて、残業続きで体力が削られて、風邪を娘からもらってしまって、2週間ほど死んでおりました。はい。 回復してきたんですけど、まあ、残業は続いていて、ちょなかなか新しいビデオを撮るぞというモチベーションが湧かずにですね、しばらく休んでおりました。皆さん元気でしたか夏楽しんでおりますでしょうか今日はですね、まあ、直近の私の体験をもとに、まあ、日本で風邪をひいたらみんな何をしてるのかっていうのをお話ししていきたいと思います。 まあ風邪をひいたら学校、会社を休んで病院に行くのが一般的です。もしくはまあ家で薬飲んで寝てるかな。学生の頃だと家で寝ながら、まあ、テレビ見たりとかしてね、あの休んで嬉しいなっていう気分が <laughs> ありましたけど、まあ、会社、社会人になるとなかなかそうも言ってられないなというところではあります。会社にもよりますけども、 多くの場合は、風邪で会社を休むときは、有給休暇扱いになります。有給休暇っていうのは、まあ、お休みだけど、ちゃんとお給料が出ることですね。ペイドリーブですかね。風邪ひいてしんどいんですけど、休むときは、一方、上司に入れておきましょう。メール、電話、スラックなどなど、様々な連絡方法あると思います。で、中には、病欠、 病欠っていうのは、まあ、会社や学校を病気で休むことを病欠と言うんですけども、病欠を有給として認めない欠勤だとする会社もあるそうです。なかなかなブラックぶりですけれども、そうなると風邪も引けないですし、風邪で休む時も、も、病欠の場合は必ず医師の診断書を持ってこいという会社もあるそうです。まあ、基本的に信用されてないってことですね。 従業員が、なかなかな会社ですけども、まあそういう会社もあるということです。で、学校の場合、私が小さい頃ですけど、小学生の頃は休むと、まあ同級生がね、近所に住んでいる同級生が、その日にあった連絡内容が書かれたプリントを家に持ってきてくれたりしました。懐かしいね。あとは、保健室。アニメで見たことあると。 いう方も多いんじゃないでしょうか保健室皆さんの国にはありますでしょうか学校で気分が悪くなったり怪我をした時に行く部屋のことですで保健室に、まあ、常駐の先生がいて簡単な治療をしてくれたり、えー、ベッドがあるのでそこで横になったりすることができますさて病院へ行く場合ですけども会社にお勤めであれば公的医療保険がありますので 基本的に3割負担です。医療費の3割負担で済むので非常に助かります病院で処方される薬はだいたい薬局で買う薬よりも効果があるのですぐに治したいとか、えー、症状がひどい場合は病院へ行くことをおすすめしますで 3, 割保険3割負担もすごくありがたいんですけども小学生未満の子どもの場合は2割負担でこれはあの お住まいの地域によっては無料という場合もあります。ちなみに私が住んでいる東京は18歳まで無料です。薬も、えー、薬によりますけど、まあ、大体無料です。特に子供が小さい時はたくさん病院へ行くことがあるので無料は本当に助かりますよね。歯医者も無料です。病院に行きたくない、時間がないという場合は 薬局にもたくさん薬が売っています。まあ、それを買って飲む人も多いかなと思います。ということで、ちょっと3週間ぐらいかな。お休みしちゃいましたけれども、また日本語でお話をしていきたいと思いますので、日本語の勉強に役立てていただければなと思います。チャンネル登録とビデオへのライク、本当にありがたいです。モチベーションになりますので、皆さんぜひ、 ご協力をお願いします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。